清水貴之君日本維新会の清水貴之です少年法等の一部を改正する法律案に対し反対の立場から討論をいたします 選挙権を有し、投票行動で政治や社会を変えることもできる18歳、19歳が罪を犯した時だけは少年として扱うことが理にかなっていると言い切れるのでしょうか、また公認会計士や医師免許などの国家資格に基づく職業に就く道が開かれ、裁判員裁判の裁判員を務めることも可能となる人を犯罪に手を染めたときは特別扱いすることが認められることが果たして公正な法制度だと言えるのでしょうか。 政府の曖昧な措置では民法で新たに成人に加わる世代に大人としての責任を植え付けるための明確かつ有効なメッセージにはならないのではないかと考えますまた本改正案では被害者側の気持ちを十分には汲み取れているとは言えません私たちは子どもを殺された後もずっと加害少年は過疎性に富んでいる 加害者はこれ,からもこれから先も生きていかなければいけない、将来があり未熟だから保護しなければならない、そんな言葉を何度も何度も聞かされてきました、この少年犯罪被害者当事者の会の声を聞いて、被害者側の視点が不十分である法案だと感じるのは私だけではないと思います。 少年に対する公正の機会はもちろん大切ですが、加害者の年齢に関わりなく、被害者に対する支援や償いは適切に行われるべきであり、そのような視点が十分でないところに、世論調査では多くの国民が少年法の年齢引き下げに賛成の意を示す理由だと考えます。 さらに委員会審議で何度か指摘させていただきましたが、法制審議会の委員の選定方法は決して公,正公,正公平だとは言えないと思います。原則として民間有識者から選ぶものとするという原則からかけ離れ、少年法、刑事法部会では、幹事も含めると身内の行政職員の割合が51%、審議会等の組織に関する指針にある行政への民意の反映等の観点からかけ離れた人選だと考えます。 スイッチ報道の禁止の解除についても、インターネットによって一瞬にして情報が拡散される現在において、昭和23年当時の新聞紙その他の出版物に掲載してはならないという文言のままでは、インターネット社会への対応が不十分ではないでしょうか、スイッチ報道に関するインターネット上の扱いをしっかり定める、さらには罰則規定を設けることも含め、さらにしっかりとした議論が必要だと思います。以上を述べさせていただき、本改正案に対する反対討論といたします。 山添。